めでとう。結婚式の招待状届いたよ。サーヤありがとう。もちろん出席してくれるよね。学生時代からの親友よ。もちろん参加させてもらうわよ。誰よりもボロ泣きしてやる。ボロ泣きってお化粧崩れちゃうよ。あって親友の結婚式よ。新郎の丈一郎くんだって同じ大学のサークル仲間でよくみんなで遊んでたし。ところで余興は誰がするの？共通の知り合いってことで大学のサークルメンバーに実はお願いしようと思っていたところ。お、ということは私もですね。お願いできる？もちろん。何しようかな。めっちゃ楽しみ。サーヤは何事も楽しみながらやってくれるからありがたい。そりゃ私ですから。何事も楽しんで後悔しないように生きなきゃ。さすがサーヤ。それにしても大学時代から付き合ってる二人がそのままゴールインとはね。今だから言えるけど、二人が大学卒業したら別れるか続くかかけていたのよ。サークルの何人かと。え、何それ、ひどくない？だって丈一郎くんがサークル長していた時、あんたたちよく喧嘩していたじゃない。あれはサークルのために衝突していただけで、言いたいこと言い合える仲ってことよ。まあまあ、飲み会のノリでやったことだし。ほら、丈一郎くんって意外とモテてたじゃない？あんたのことちょっとだけ妬んでた、虚しい彼氏なし女子たちの戯れってやつよ。で、サーヤはどっちにかけてたの？それ聞いちゃう？聞いちゃう。もちろん別れるにかけてた。ひど。ごめんね、賭けに負けさせちゃって。ほんとよ、まったく。賭けに負けた分はご祝儀から引いてやるんだから。ちなみにおいくら万円？1000円。安っ。ファミレスのランチにドリンクバーとデザートつけられる値段よ。大学近くのファミレス？パスタが美味しい。うちの学生しか通ってないあのファミレス。懐かしい。しばらく大学付近にも行ってないな。ああ、余興決めた。もう決まったの？大学の思い出の場所で二人の大学時代を再現したビデオ撮ってくるわ。ファミレス行くついでに？くそ、ファミレス目的ってバレたか。なんかさあや、大学の頃からほんと変わってなくて安心する。そう？それなりに社会の荒波に揉まれてるわよ。でもたくましくその荒波を乗り越えているんでしょ？むしろモーゼのごとく荒波すらも裂いてんじゃないの？まあ確かに理不尽なおつぼねさんに食ってかかってて、陶器の星とか用意されてるけどね。さあやらしいね。あ、当日の受付とかは大丈夫？何でも手伝うよ。ありがとう。実はお互い会社の後輩にお願いしてるんだ。会社の後輩に？どっちも独身で相手なしなんだけど、めちゃくちゃいい子たちで紹介したいねって冗談で言ってたんだけど、受付係でそれとなく交流してくれないかななんて。おじさんとおばさんの余計なお世話ってやつね。なるほど。そんないい子がいるなら私にも紹介してほしいわ。さあや、彼氏と一緒に住み始めたって言ってなかったっけ？そうなんだよね。医者という有料物件と結婚秒読みよ。こらこら、彼氏持ちが他の男の子に手を出さない。彼氏なし期間が長すぎていい男紹介しろが口癖になったわ。いけないいけない。サーヤの結婚式には絶対呼んだよ。任せなさい。ああ、それじゃあ私これからデートだから。順調そうで何より。いってらっしゃい。なおこちゃん、おーい、明日結婚式のなおこちゃん。親友様の LINE 無視なんて許さんぞ。こんな時間にどうしたの、さあや。もしかして飲んでる？当然でしょ。プレミアムフライデーなんだから、今飲まずにいつ飲むって言うんだ。すごい酔ってるね。明日大丈夫？大丈夫大丈夫。明日もたくさん飲むぞ。ほどほどにね。私明日朝早いからそろそろ寝てもいい？ダメ。出た。さあやってば酒癖悪いんだもんな。誰が頭悪いって？言ってないから。さあやも明日むくんでドレス入れなくなっちゃったら大変だし、早めに切り上げて帰って寝なよ。大丈夫、スタイルだけは抜群にいいから。嫌味か。丈一郎くんも直子より私の方がいいって毎回褒めてくれてたし。え、それってどういうこと？
大学の頃から私と二人きりで遊んでたんだけど、やっぱり気づいてなかった？それって丈一郎とさえが二人でってことだよね。そうだよ。つまり丈一郎くんと浮気してました。嘘でしょ？何の冗談？冗談なんかじゃないって。丈一郎くんにも聞いてみなよ。っていうか大学で最初に丈一郎くんに目をつけたのは私なのに、気づいたらちゃっかりナーコは彼女ずらしててビビったんだけど。でも相談とかたくさん乗ってくれてたじゃん。マジで辛かったわ。でもその後猛アタックしたらすぐに落ちてくれたけどね。じゃあなんでサーヤを選ばずに私と付き合い続けたの？それは私のセリフだから。どうせ別れるだろうと思っていたら、まさか結婚まで話が進むなんて、招待状破りそうになったんだから。いつまで丈一郎と浮気していたの？大丈夫よ。あんたたちが婚約する前までだから。それって半年前ってこと？二人して私を裏切っていたの？まあ、今は私も立派な彼がいるから、未練も何もないんだけどね。待って、さあやって彼氏できたって SNS で報告してたの、一年くらい前じゃなかった？あ、バレたか。私のダーリンに余計なこと言わないでよ。結婚はあんたの方が早いけど、高収入高スペックな男捕まえた私の方が総合的にはいい結婚するんだから。人の彼氏とそんなに長く浮気するなんて、しかも明日結婚式なのよ。いくら酔ってるからってこんなタイミングで言うことないじゃない。だってなんかよく考えたら何もかもあんたの方が先って、なんか嫌だったんだもん。これくらい許してね。許せるわけないじゃない。ナオコっていつからそんなに心狭くなっちゃったの？私こんな気持ちで結婚式なんかできない。キャンセル費用だってバカにならないし、今更結婚式やめますなんて、体裁悪いわよ。婚約前のことだったんだし、水に流して、丈一郎くんとちゃんと結婚しなよ。婚約前のことだったって、そういう問題じゃないでしょ？今更慰謝料とか言わないでよ。婚約前の浮気なんだから、慰謝料なんて発生しないよ。婚約前なんて自由でしょ？サーヤは後悔とか申し訳ないとか思わないの？どうして思う必要があるの？っていうか、思ってたら浮気とかしないし。友達だと思っていたのに。親友でしょ？大学にいる時はずっと一緒にいたし。親友だったら私を裏切るなんてできないと思う。万が一しても、罪悪感とか感じるだろうし。そんな最悪な形で暴露しないでしょ。せめて墓場まで持って行ってほしかったよ。それは私の辛抱さが効かなくてごめんね。いや、言いたいこと言ってすっきりした。そろそろ寝るわ。明日式場で会えるの楽しみにしてる。明日会えるといいね。なあ、おはよう。めっちゃ晴れたね。結婚式日和じゃん。私は今、美容室でヘアセットしてもらってるよ。今日はマジでめちゃくちゃ楽しみ。あなたのおかげで結婚式はキャンセルになりました。え？何言ってるの？まさかあんなことでキャンセルしたの？あんなことって、大学時代から7年間も私のこと裏切っていたのに、よくそんなこと言えるね。せっかく余興のビデオも完璧だったのに、もったいないじゃん。あ、データで送ってあげようか。結婚そのものも白紙にしたからいらない。いや、マジ？まさか丈一郎くんと別れるの？これから弁護士同伴で婚約破棄とキャンセル料と慰謝料について話し合いするの。うわ、マジか。なんかごめんね。それは何に対しての謝罪？結婚なくなっちゃったことへの謝罪？昨日酔ってナオコに LINE したのが原因なんでしょ？サーヤと丈一郎が7年も浮気していたことが原因でしょ？いや、月日が経つのって早いよね。っていうか、美容室意味ないじゃん。セットじゃなくてカラーリングに変更してもらおうかな。あ、勝手にキャンセルしたのはナオコだし、美容室代出してね。サーヤってそんなに自分勝手な人だったっけ？自分勝手はナオコでしょ。勝手にキャンセルしてこの日のためにいろいろ準備してた。招待客の私たちに申し訳ないとか思わないわけ？招待客の皆さんには今朝電話して事情を説明して分かってもらってるわよ。事情説明ってまさか私のことも言ったとか？当然でしょ。新郎の丈一郎と学生時代から浮気していた友人がいて、昨晩7年間の浮気を暴露されたので
結婚を取りやめますって説明したわよ、サークルのみんなにも。ちょっと待って、そんなことしたら私友達いなくなるじゃん。なんだ、悪いことだって理解してたんじゃない。婚約前の恋愛だからそこまでしなくてもよくない？いつしていたとかじゃなくて、したことそのものが許せないの。サーヤにも慰謝料請求するから覚悟してね。婚約前だったのに、過去の話なのに。ちゃんと弁護士にも相談してる。浮気への慰謝料っていうか、それを結婚式前夜に知った精神的苦痛への慰謝料って感じね。それから結婚式キャンセルの直接の原因はサーヤだから、キャンセル料も丈一郎と折半して払ってね。はぁ、なんでそうなるのよ、私関係ないでしょ。ここまで来て関係ないとか言えちゃうサーヤの神経がわかんないわ。いくらよ。ざっとこんなところかな。え、こんなに？早く決着つけたいから支払い期限は半年です。まあいいわ、あんたと違ってコスペック男と結婚する予定のセレブ妻候補にこんなのはした金だわ。彼のお金から出しちゃうから。おっといけない、サーヤと彼氏の家に内容証明飛んでった。ふざけんな、どういうこと？彼にバレたらどうしてくれんのよ。私と一緒に独り身になればいいじゃん。お断りよ、これまでどんだけ頑張って医者を落としたと思ってんの。さあや、カラーリングに変更したんだったらあと2時間は家に帰れないね。あんた性格悪いわよ。さあやほどじゃないよ。彼と別れることになったら一生恨んでやる。私は一生恨むって決めてるから、お互い様だね。それじゃあこれを機に絶縁しよう。あ、彼と別れても請求額とタイムリミットは変わらないからね。ちょっと待って、ごめん、なおこ、こんなことになるなんて思ってなくて許して。今さら？自分が窮地に立たされてやっと謝罪ってどんだけ頭悪いの。私もう結婚秒読みだと思って部長に大切な話しちゃってたの。それは早まったわね。お願い、どうせ丈一郎くんから慰謝料たくさんもらうんでしょ。私からなんていらないでしょ。いるよ、私と違う地獄に落ちてもらうために。ひどいよ、親友でしょ。昨日親友はいなくなりました。それじゃあこれから話し合いなので、また改めて弁護士から連絡させてもらいます。待ってよ、ナオコ。ナオコ、お願い返事してよ、ナオコ。丈一郎とサーヤからこちらの希望通りの額をもらうことで決着しました。何より期間が長かったことが決め手となりました。丈一郎は実家に帰り家業を手伝っているそうです。サーヤは結局事情を知った彼氏に振られ、会社にはかろうじて残れたものの、以前のような覇気がなくなり、おつぼね様に厳しく言われる毎日だと泣き言のような LINE がよく届きますが、それを眺めて既読無視しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。